はい。じゃあ、気になる男47のパート3をね、これからお話ししていこうかと思います。よろしくお願いします。タカさん、あの、就職するときって、世の中にあるたくさんの会社の中から、自分の条件に合ってそうなところを、当然ですけども、探しますよね。就職活動っていうのは、まあ、どの会社にしようかなっていうふうに選ぶことだと言えますけども、自分のリサーチ能力、情報収集能力にも限界があると、本当は、 もっと自分に合う会社があったはずなのに、そこのリサーチが届かないと、とってもいい会社に出会えてない。つまりは世の中にいい会社がないっていう判断のまんま、手持ちの、その限られた会社の中から、強いて言えばここみたいなことを選択することになりますよね。もちろん、就職活動に充てる時間っていうのが無限にありませんから、そういうことになっちゃうのは仕方がないんですけども、でもやっぱりね、向こうの方から、あなたうちの会社に、 ぴったりしてるからおいでよっていうふうに言われることって憧れるけどあんまりないんですよねでしかもねしかもですよ就職活動って通常その会社の待遇条件作業内容スキル資格っていうものをもとに、まあ、決めるわけですつまりは入れ物を見て決めてるわけなんですよでも実際にその会社に1年3年5年と勤めていく中で会社も変化するし世の中も変化するその中で10年20年30年と勤めていくには やっぱり変化に対応できる能力が必要ですし、その会社を選んだ新入社員を目指していた時代とは全然違う価値観でも泳ぎ切らないといけないんですよね。つまりは、就職活動の時にその会社の条件をちょっと見たからといって、その会社で長年勤めていけるかどうかっていう保証も何にもないわけですよ。いや、そうなるとね、就職活動ってそんなに大事なのかなと思ってゃいます。で、私の場合は、百数社の資料請求を出して、 そのうちの数十社から返信が来てその数十社に対して履歴書を送ってそして10社前後が反応があったんで順番に就職活動していきましたってことになりましたで就職活動っていうのもいくつか段階があってそれで終わりっていうね就職活動もあれば実際に会社に行ってバックヤードから作業内容を見せてもらったりとか実際には朝8時に業務開始ってなってるけども 6時半ぐらいに出社してる社員もいるんですよねじゃあ6時ぐらいから会社の中におらしてもらって1週間ほどずっと見ていくっていうふうな就職活動もあると思うんですよそれから OB 訪問ですよねすでに自分の大学や高校の先輩がその会社に勤めていたら先輩実際どうなんですかみたいな感じでね直接の先輩じゃなくてもなんとなく名簿を見たら先輩ってことが分かったんで連絡させてもらいましたけども 僕も就職その会社にしようと思うんですけども話聞かせてもらっていいですかみたいな感じでね就職活動をしていく人もいますまあそういった感じで仕事ってどのぐらいまでその業務に就くまでその仕事を掘り込んでいくか掘っていくかってことも大事なんですけども通常そこまでやんないですよねだからミスマッチが起きるのもしょうがないと思いますで大学なり高校で実際に職場体験ってものが3ヶ月もね 6ヶ月もできればもっともっとリアリティを持って就職活動ができるのにこと人生の大半の収入を決めるつまり生活の質やレベルを決めると言われている就職に対してちょっといい加減に決めている例が多いんじゃないかなと思いますし就職をね指導してくれる就活指導のまあ方々も今私が言った程度のことをすらやらないと思うんですよ。あととね、経営者目線と言いまますか、ま、さに、 経営者の方がうちはこういう形でやろうと思うんだけどねこういう人はいらないんだけどもでもこういう人が欲しいんだよっていうふうに生で聞くチャンスもまたないと思うんですよ多分リクルーターとして新入社員候補のところに話しに来てくれるのはその会社のことをあんまり理解していない入社3年目5年目よく言って10年目ぐらいの、まあ、中堅社員の方とかなんじゃないかなと思うんですよ とてもじゃないけどもその人自身も会社にずっといるかどうかわからないのにそんな方からねアテンドを受けて就職活動するなんてとっても危ないことだなと思うんですよねだからやっぱりねその会社という選択肢の中から選んで考えるという思考よりも自分の理想とする会社をまずデザインしてみてその会社を自分でできないかなっていうふうに考えてみるっていうようなねあのクリエーション想像するっていう っていうふうなルートが、なんかこれからの時代には合う人が多いんではなかろうかと思います。そしてそれを支援するツールっていうのが結構ありますんでね。一言で言うとね、Google に出社しようっていう感じかな。私の場合は YouTube に出社するみたいな感じかもしれませんし、もっと広い意味で言うとね、タカさん、インターネットに就職してるわけですよ、私たちは。<laughs> 多分インターネットの就職先っていうのは Google とか YouTube が中心になりますけども、もうね、 近所にあるどんな有料企業でも叶なわない会社に私たちは就職してるわけですよ。まあ正確に言うと取引先に持ってるということなんですけどね。どうだって感じですよね。うん。まさにどんな会社に勤めていても Google、YouTube の影響を受けてるはずなんで、じゃあ Google、YouTube と直接の取引をしている私たちは結構就職したい人よりも強いんじゃないかなって気はしますけどもね。はい。 このようにね、前提をお話した後で、ちょっとね、お話したいんですけども、今回第3部ですからね。うん、自分の道は、探すのではなくて、決めるんだってことにしましょうか。ね。あの、あっちがいいかな、こっちがいいかなっていうふうにね、探すのは迷うわけではなくて、決めるんですよ。もう俺はこれでいくと。失敗したら待つな、また別の決断をするんだっていうことの、決断と実行の繰り返しでもって、だん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 自分の人生っていうのが、 シャープになななっていいくんんではないかなと思うんですよ一本の筋が通るっていうかね最初はあっちがいいかなこっちがいいかなっていう中で揺れ動くんだけども選択と決断と行動した結果だん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 自分の道っていうのが狭まっていって決まっていくのかなと思うんですよねで私はね自分の人生に付き合ってくれてる家族に対して主には奥さんに対して言うんですけどね、えー、私は普通の人生を送ってないと見るからにそうでしょ <laughs> 出会った時からそうでしょだから うまくいってる時の自由度とうまくいかなくなった転落の時のね、うん、自由度っていうのはね極端に違うよとこの振れ幅だよと <laughs> で私は奥さんに出会った時当然莫大な借金がありまして結婚式をした日もあと借金が千数百万かなって考えながら式に臨んでましたからねとにかく金的には全然なかったんですよ店舗を閉めた後も 店舗に入れたリースの引き落としっていうのは2年半も続いてましたからね <laughs>。だから店がないのにリース代は払ってるみたいな状態だったわけですよ。で、そういう感じで本当に俺大丈夫かなっていうところと、まあ、でも俺はいけるだろうみたいなね。振れ幅がでかいから当たった時はそれこそね、100の単位であの手取りがあるわけですよ。外れた時は100の単位で支出があるわけですよ。その中でね、少々の節約とか、 少々の、うん、収入アップっていうのはそこまで大きく影響しないんですよね。ただし商売をやってるわけですから、1円にはシビアになってる気持ち、それは失っておりません。まあ、いろいろと申し上げて第3部に行くわけですけども、 とにかくね、どれが正解かは分からないけども早く決めて早く行動して早く結果にたどり着くことこの繰り返しなんですよこのサイクルを早めれば早めるほどうまくいかなくても新しい道が見つかってそしてうまくいったらその道を使い倒すことができて早めにねそこをブラッシュアップすることもできるってことなんだだからね早くするってことは非常に大事で頭の回転が早いことも行動が早いこともねむちゃくちゃ大事なんですよでダメだったらパッと切るっていうねさよならっていう感じですよね 人間関係もさよならってすんのが早ければ早いほど無駄なコミュニティ時間の無駄コミュニティに巻き込まれて済むんですよ。このコミュニティっていうと何十人かいてその中の自分が一員になるっていう感覚なんですけども2人でもコミュニティですからね要するに自分の時間を無駄にする人1人がいればその人と関わることによってもう時間の無駄コミュニティが始まってるんですよ。 一人ですら、そういう風うな目に合わせられるのに、10人とかね、30人とか50人とかいたら、自分の意志とは全く関係ない意志が働いて、自分の時間とか意識を駆逐して、しかも、恐ろしいことに自分の脳をね、汚染してくるんですよ。そう。この人たちの考え方の方が自分に向いてるかなっていう風うに、だん,だん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 思ってくるんですよ。これはザイオンス効果っていうんですけどもね、それからミラーリングっていう脳の機能なんですけども、見れば見るほど、聞けば聞くほど、 そういった見たり聞いたりすることの影響を受けて、そっちの方に引っ張られていって、自我をどんどん失っていく状態に入るわけですよ。とっても恐ろしいことだなと思いますね。はい。じゃあ3つ目の動画、バッテリーが切れそうなんで、一旦閉じさせてもらって、ちょっとね、第3部の後編をご期待ください。いきなりですみません。